うむ、オリジナル変化球か。パワプロにはエフェクトのあるオリ変があるが、プロ野球でもそんなオリジナル変化球を持っている選手はいるみたいだな。マリンボールとか今の時代投げたら大変なことになるだろうが。お客さんか。どうぞ入ってくれ。どうも、アバタさんよりオリ変が多い男です。本日はどうもよろしくお願いします。イカリさんか。もう準レギュラーみたいなものだな。ところで今日の相談はなんだ？今日の相談はパワプロでオリジナル変化球をつけられたプロ野球選手について解説してほしい。そんな選手が果たしているのか気になるからな。了解だ。それじゃあ早速やっていくぞ。開始。それではこれからオリ変をつけられたプロ野球選手を紹介させていただく。まずはオリジナル変化球の簡単な説明だ。オリジナル変化球とはパワプロに登場する自分が名称設定できる変化球のこと。初期のサクセスではアバタから基本的にオリ変を習得していたが、時代が進むにつれそれぞれのキャラクターから覚えるようになってきた。現在はパワプロアプリ、家庭用と多くのキャラが登場するため、オリジナル変化球のエフェクトもいっぱい登場しているな。パワプロ2012あたりからエフェクトがつくようになったんだよね。そんなオリジナル変化球だが、これを持っているプロ野球選手が何名か存在している。今回はこのプロ野球選手たちを紹介させていただくぞ。了解だ。まずは、平松選手のカミソリシュートだ。こちらはパワプロ7で初めて付けられたオリジナル変化球。1970年度の活躍が能力に反映されているな。パワプロ8では使用上キレがえぐく、はっきり言って打つのは不可能。さらにパワプロ8のミートは弱く、強振でなければ話にならない。このことからカミソリシュートはデッドボールを狙うためのボールという印象が強いな。伝説最強戦のカミソリはマジで打てないよね。ベースは H シュート。これに伸びとキレが追加されたといった恐ろしい変化球だ。元ネタは数多くの右打者のバットを根元からへし折ったことから付けられた名前。前世紀には、ど真ん中のボールが右打者の体に当たるくらいまで変化した、とまで言われているキレもエグかったってことだ。ど真ん中のボールがそんなところにまで届くものなのか。このシュートを習得したきっかけもプロ入団後の3年目に、打席に立った近藤和彦から冷やかしで投げさせられたというのがきっかけ。その初めて投げたシュートが鋭く胸元に食い込み、驚いた一軍選手がコーチに報告してチャンスが到来したというのが全ての始まり。そのシュートを武器に1969年に14勝を挙げ、防御率 2.56 を記録。さらに翌年の1970年は25勝を挙げ、最多勝利投手のタイトルを獲得。防御率 1.95 も村山実に次ぐリーグ2位の好成績であり、同年の沢村賞を受賞。また、セ・リーグの最優秀投手、ベストナインにも選出されたぞ。すごすぎる。まさか遊びのボールがこんなことになるなんてな。正直変化量マックスでも足りないくらいかもしれないな。まあそれだけとんでもない変化球だったということだ。そら伝説最強になるよ。続いて佐藤義則選手。こちらはパワプロ7で初登場したオリジナル変化球。球種はフォークという扱いで緩やかに落ちる変化球。1985年度の活躍が能力に反映されているという感じだな。ヨシボールって何なんだ？ヨシボールとは佐藤選手が編み出した変化球だ。佐藤選手は指が短くてフォークボールが投げられなかったんだ。フォークは一般的に人差し指と中指とでボールを挟み込み、指は縫い目にかけないように投げるという変化球。ボールに余計な回転をかけないというのも大切だな。そこで佐藤選手は、人差し指と中指で挟めないなら親指と人差し指で挟もう、という考えで編み出した変化球。佐藤さんの YouTube チャンネルで解説されているので、詳しくはそちらを見てくれ。親指と人差し指で投げるとは、すごいな。ちなみに佐藤選手の1985年度の活躍は21勝で最多勝利のタイトルを獲得。2年連続リーグ最多の奪三振を記録し、リーグ優勝した西武戦で最多の8勝を挙げるぞ。おお、すげえ。しかしこの年の防御率はパ、リーグ10位の 4.29 であり、これは最多勝利を受賞した投手としては1リーグ時代及びせ、リーグ側の受賞者全員を含めた中でも歴代で最も悪い数字だそうだ。確かに防御率 4.29 は低すぎるよな。そんな状態で21勝できたということを考えるとチームの通算打率だったり防御率が気になるよな。気になるな。どんな感じなんだ。阪急の打率は2割7分4厘、さらにチーム投手成績がこんな感じ。防御率がえらいことになってるな。なるほど。確かにこれだと 4.29 で最多勝に選ばれるのも納得かも。打撃戦の1年だったということがわかるな。こういう年もあったんだな。
続いて田中将大選手のエアロスプリット。こちらはパワプロアプリに2015年3月13日に実装されたキャラクター。ストレート並みの球速で通常のスプリットよりキレがあるのが特徴。田中選手の能力も非常に高く、球速156キロにコントロール A、スタミナ S。さすがメジャーリーガー。とんでもなく強いな。へえ、すげえ。ところで田中選手が実装されるきっかけってなんだ？田中選手が実装されたきっかけはパワプロアプリの北摂高校をプロデュースしたからだ。北摂高校も田中選手の実装と同時に登場した高校で、2015年3月13日に登場した高校。田中選手がアイドル好きということもあって女性キャラクターが活躍するシナリオだ。え、北摂高校って田中選手がプロデュースしたのか？そうだ。まあ田中選手はパワプロアプリの限定ベータテストに参加していたくらいだからな。実装されるのは必然だったかもしれないな。なるほど。ちなみにエアロスプリットは田中選手自身が命名した変化球。2014年ヤンキース時代に総額1億5500万ドルの7年契約に合意。防御率 2.77、13勝5敗、奪三振141と大活躍。4月4日に NPB MLB 通算100勝目となる MLB 初勝利を挙げ、5月14日のニューヨーク、メッツ戦では9回を4安打無失点の好投でメジャー初完封勝利。さらに6月3日には日本人投手史上3人目となる5月のリーグ月間最優秀投手に選出され、ヤンキースの新人投手では史上初の受賞。さらにオールスターに選手間投票1位とヤンキースに移籍後とんでもない活躍をしていることがわかるな。田中選手ってこんな活躍してたのか。知らなかった。まあオールスターは故障者リスト入りして出場することはできなかったんだがな。それにしてもこの1年の活躍は凄まじいものだ。何かとパワプロシリーズに関わってくれている人物だからな。これからもよろしく頼むぞ。以上が田中選手でした。続いて理想の前剣。こちらはパワプロ2020の前剣プロジェクトによって登場した選手。オリジナル変化球は前剣スライダー。スラーブというより星スバルが投げるスタードライブのような軌道を描く変化球。キレもあり球速も変化量もあるとんでもない変化球。さすがに前剣選手の変化球を全て再現することはできなかったが、前剣スライダーだけは再現できたぞ。それにしてもめちゃくちゃ強いな。まあこの前剣選手はあくまで理想の姿。これくらい強くなりたいという気持ちだな。ちなみになぜこの理想の前剣が作られたのかというと、ゲーム内に搭載されている自身の能力値の修正を希望していることを知ったコナミが、理想の前剣を作ってください、とオファーしたことで2020年後半に企画がスタート。本人に球種や特殊能力などの各データを監修し、リクエストのあったオリジナル変化球、前剣スライダー、も搭載した。この様子は前剣選手の YouTube でも見ることができるのでぜひ見てみてくれ。そういえばパワプロアプリにもいなかったっけ？ああ、パワプロアプリにも実装されたな。前剣スライダーを習得することができ、不確定は多いが優秀なキャラクターだな。そしてパワプロアプリのイベントにて前剣体操を披露。前剣選手はもちろん、その他の選手も一緒に前剣体操を踊る演出があったな。審判も相手チームも関係なしにグラウンドに集まるという面白すぎる演出。みんなどんだけ前剣体操したいんだよって感じだな。パワプロアプリのこういうところ面白いよな。ちなみに2020年のツインズ時代は8月に球団新記録となる8者連続奪三振を記録したり、9月に NPB MLB 通算150勝を達成。最終的に11試合に登板し、6勝1敗で防御率 2.70、ウィップでは MLB 全体1位となる 0.75 という好成績を記録したな。やはり日本で収まる選手ではなかったということか。理想に近づきつつあるぞ。現在手術だったりで大変そうだからな。応援しているぞ。以上がオリジナル変化球をつけられた選手だ。今回4名の選手しか紹介できなかったが、後日また紹介させていただくぞ。パワプロキャラの方もよろしく頼むぞ。ということでまとめ。今回紹介した選手は平松正治カミソリシュート、佐藤義則ヨシボール、田中正宏エアロスプリット、理想の前剣前剣スライダー。家庭用だけでなくアプリでも折り変がつけられている。これからもいろいろなプロ野球選手に折り変がつけられるのを楽しみにしているぞ。オリジナル変化球か。僕もカイザーライジングからさらに成長した折り変が欲しいところだな。イカリさんはオリジナル変化球ありすぎるからもういいだろ。それより他のキャラクターに折り変を追加してくれ。まあそうだな。それじゃあ今回はこの辺で終了させていただく。また次回の動画で会おう。それでは、さよならだ。